年末年始を海外で過ごした人たちの帰国ラッシュも今日がピークです。化粧品とかたくさん買いました。爆買いしてきました。楽しかったことは何ですか？お食事ですね。お食事マレーシア料理ですね。仕事はもう明日からです。いやもうまあ現実に戻るしかないですよね。成田空港では長い空の旅で早朝から眠そうな家族連れの姿が目立ちました。年末年始を海外で過ごし帰国した人などの数は成田空港と羽田空港を合わせて今日だけで7万人を超える見通しです。